瀬明ニメハマ。そうですね、今回はホワイト&ブラックというテーマなんですけども、僕は、まあ、今多分下で見えないんですけども、下はブラックのデニムを履いて、上はベロアのタキシードという組み合わせで、自分らしくコーディネートさせていただきました。全てですね、アメージングです。でも今回はクラブというのがテーマでしたので、少し、レディースなんですけれども、まあメンズのジャケットのような少しクールなスタイリングが多かったんですけれども、でもどれもすごくエレガントで、その中にもセクシーさがあって、本当に優雅な大人なクラブに来たような感じがしましたので、とても楽しめました。まあ本当にニューヨークといえばやっぱりジャズが好きなんですけども、基本的には青春時代から聴いてたアリシア・キーズの曲だったりっていうのは、やっぱりニューヨークに来るとなんか若かりし頃も思い出しますし、でも今日のラルフ・ローレンのショーを見て、やっぱりニューヨークといえばジャズだなと今日の光景をこれから思い出しそうです。まあ僕自身本当にオンリーワンというのをものすごく大切にしてますので、まあ、トレンドにとらわれず自分なりのスタイルを気づかけるっていうのは自分の中でのルールですかね。今日もそうなんですけども、まあ、ホワイト&ブラックというとホワイトのスーツに、まあ、タキシードパンツ黒とかフォーマルで固めがちなんですけども、まあ、僕自身はヴィンテージも好きですし、まあ、こういったクラブというテーマがありましたので、逆にそういったフォーマルを崩して、ホワイト&ブラックを着てみました。はい、まあ、プライベートと仕事は別々なようで、自分の中ではつながっている部分がありますので、まあ、いい意味で遊びは仕事、仕事は遊びじゃないんですけども、まあ、そういったプライベートの中でも共通点を見つけて、何か仕事に生かせるようなこうマインドのコントロールだったり、優雅さだったり、心の持ち方であったりしますので、まあ、本当に遊びが仕事、仕事が遊びっていうようなスタンスではあるかもしれませんね。はい。